2005年ウップスラ、ウップスラとは、アクメが毎年開催している、国際会議である。オブジェクト思考プログラミングのシステム、言語、アプリケーションを主題としている。第1回のウップスラは1986年、ポートランドで開催された。主催したのは、アクメのシグプランであった。ウップスラの開催地とテーマは、毎年変わる。通常、 論文発表を中心として、比較的実用的な実験報告、パネル、ワークショップ、チュートリアルなどがある。ウップスラは、今日のオブジェクト思考プログラミングの流星に寄与してきた。また、デザインパターン、リファクタリング、アスペクト思考プログラミング、モデル駆動工学、アジャイルソフトウェア開発、ドメイン固有言語といった、関連分野の発展にも寄与した。ヨーロッパでは、 ウップスらに対応する国際会議としてエコップがある。ウップスらの単独開催は2009年度が最後になっており、2010年以降はアクメ主催の総合コンピュータープログラミング国際会議スプラッシュに組み込まれて包括開催されるようになっている。ありがとうございます。